というわけで本日のサウンドクッキングは六甲さんは四方ヶ原からお届けしています。こちらは、空海お大師さん、この山から中国へ修行に行って再びこの地へ帰ってくるぞという誓いを立てた山で、通称再び山と呼ばれている山ですね。私たちも今日はここから鍵盤ハーモニカの修行に励んでサウンドクッキングスタートしたいと思います。それでは本編どうぞ。トミーのサウンドクッキング。はい、皆さんこんにちは。トミーのサウンドクッキーの時間がやってまいりました。はい、これ前回お話ししましたが、クラシックとジャズは逆になる、シンコペーション、このリズムが出てきます。特にこのシンコペーションの時に顕著に出ますが、はい、クラシックの場合、という具合に最初の音は短く、真ん中の音はアクセントをつけて最後にスタッカート。はい、ジャズの場合は逆になります。8分音符の方は長くて、4分音符の方が短くて、最後の8分音符の方が長い長い短い長い。という具合に、ね、音の形がクラシックとジャズでは逆になってますよね。はい、ではフレーズ集の方で、ご覧ください。最後のフレーズでありましたね。っていうのをこのリズムを使ってと、ってなりますが、ここで四分音符のあっと切るやつを使いますね。はい、今日はクラシックとジャズでは逆になるの例をやってみました。質問コーナー、今日も届いております。はい、ダイレクトメッセージの方でいただいておりますね。はい、毎回楽しく、見せていただいております。ダイナミックさが出ないのですがどうしたらいいですか、アドバイスをいただけたらと思います。はい、ダイナミックさですよね。ダイナミックっていうことは、まあどう表現していくか、表現力の幅と言ってもいいかもしれないですね。この表現力の幅をつけるのは、まあ人間で言えば、無表情のままにいるのか、あるいは表情豊かなのか、まあ例えば言葉の表現もそうですね。おはようございます、ありがとうございますだけでいくのか、おはようございますっていくのか、いやーありがとうございますといくのか、まあこの辺の表現の違いっていうことがあると思うんですが、これがダイナミックの差になると思うんです。これつまりダイナミックの差っていうのは、心の表現の差ですよね。ということはサウンドクッキングの、語学で言えば、例えば道端で歩いていたら、なんか英語で質問されました。新宿は、ここからどう行ったらいいですかって、ほぼ日本語で喋ってるので、私英語喋れないんですいませんみたいになる。ちょっとね、これ何かというと恥ずかしいんですよね。皆さんそんな経験ないですかね。文法間違ったらどうしよう、私の発音がおかしかったらどうだろう、こんな文法で喋って、間違った文法で喋ったら、それ間違ってるよって思われたらどうしよう、その発音 L と R が違うじゃないとか、結構あるでしょ。そういうのが気になると恥ずかしくて、人前で喋れなくなるっていうのはね、あるんですが、むしろね、発音がおかしくてもね、何でもいいんです。文法おかしくてもね、気持ちが伝わると話って通じるんですね。でそうすると通じた喜びがあると、
意外とそれが楽しくて、また話したくなる、まあそういった具合で恥ずかしさが取れていくというかね、楽しくなると恥ずかしいというよりも楽しさが勝つので、一番最初第1回目の時になんちゃってジャズというかね、ジャズ風ジャズ、ジャズ的とか、ジャズっぽいは良くないの法則やりましたが、相反するようですが、一方でジャズっぽいとかジャズ風をやってみるっていうのは、今日はね、クラシックとジャズは反対って話をしましたが、今日はこの話もここに来て覆します。ポイとテキっていうのは最初はどんどんやってください。ジャズっぽくジャズ風にやってみてください。そこから始まって、いよいよ深めていくときに、じゃあ発音はどうかなっていう方に少しずつシフトしていくといいと思いますよ。恥じらいを取ることがダイナミックさにつながるという、これトミーの個人的見解でした。いかがだったでしょうか。あ、ちょっとためになったなと思う方はぜひチャンネル登録の方、ね、していただければと思います。それからグッド評価なんかもいただけますと今後の動画作りの励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは次回もまたお楽しみください。